札所巡りが便利で楽しくなるスマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88箇所と西国33所の2つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され参拝を記録。四国88箇所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。ここの部分も5年ほど前に、ええ、あの新宮の方で ありましたね、はい、ありましたね、ええ、あの時にここも30年ぶりぐらいで大きな水出まして、ええ、でここを削り取られた。おお、そしてまあこの根っこをそのままに、ああ、あのこの根っこが、はい、出るんですけど、上村さん、はい、あの、普通はチキンプチャ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 が、ああ、本当の大平寺街道の部分の仏坂という、ああ、はい、なるほどね、はい、でここにも、まあ、一応ちゃんとあの仏坂の印があって、ああ、大平寺仏坂の26、ここが仏坂の入り口です。この部分が入り口の階段になる。でここから、ええ、はい、約150メーターぐらいがちょっと上り坂のきつい坂に、ええ、はい、それであのここはまあ昔からこの状態だったので、ええ、あのきついという坂は、ええ、そのここだけじゃなくて、ええ、大平地には48坂いうね、坂が山をまあ48超えなあかんというね、そういうとこだったらしいですね。そのうちの一つですね。で昔は今言うた昭和20年代までこの上にはあの茶店があり、それからあの村がこのここの村隣の村集まってこの上で牛の市も開いたという。その地も、あのその資料もちゃんとありまして、で昔はやはりこの仏坂はその急な坂で、特に急な坂で有名なということで、あのここの村 あの女の人がその担ぎ屋という仕事を持ってて、でお客さんの荷物を約40キロぐらいのものを担いで持って上がったと。でその人らはその代わりに 1.8 倍の賃金をもらったというね、そういう記録が残ってますね。でまあ僕は今言うたように昭和30年29年までここはまあ言うた人を歩いてたんですけどね。でその頃に僕が小学生、中学生の頃に牛の市に自分とこの子牛を連れて行って上で、あのまあ今でいう入札をして
牛の売買を、で昔は百姓さんは子牛ができると、はいはい、それが売れるという、あ、まあ言うたら副収入を得てたんです、ね、大きいですね、はい、そういうことができてた。今まあちょっともう、跡地しかもうないんです。跡というのは残ってますね。跡というのはちょっとまあ手入れもねまだなかなか行き届かんので、で世界遺産っていうことになるとね、いろんな難しい条件がつきましてね、でこの歩く街道の左右30メーターの木は切ってはいけませんよ、許可を得てくださいというね、厳しい。でまあ山の持ち主さんから言うとね、自分の山の木を切るのになんで人の許可いるんやというまあ意見もあれば、まあ歩いてもらうだけならね、そんなに迷惑もかからんしということでちゃんと許可をしてくれる人もあり、まあ、いろいろですね、でもこの中は特にこう、まあ今で言えば約60年、戦後木を植えたんでね、この60年のまあ言うたらこの杉ヒノキが育っているのですごく、いいところで綺麗なところではちょっと自慢できるかなという、大いに自慢できます、ね、皆さん大切にね、やられてますもんね。そうですね、はい、で10年まあもぼつぼつねこの階段も一遍修理せないかんかなとかっていう話も出てますけど、この階段もやはりその一応世界遺産となっているので、木の長さはなんぼ、杭の長さはなんぼ、針金、ね、釘、セメントは使ってはいけませんとかね、いろんな条件をクリアしながらまたこれ直さないかなと、保存会で、そういう部分で皆さん保存していこうという構成にね、ただまあ僕らも、まあ、西さんはちょっと若いんですけれども会長さんはね、で僕はもうそこそこの年齢でもあるし、後釜のね、心配もしながら、いろんなここ、この田舎をね、昔ですね、昔を保存しておきたいという、なるほど、そういうのは常々、考えながらやらせてもらってます、僕にとっては僕個人にとっては最高の田舎へ来て最高の、まあ余生と僕はもう感じ取っているのでね、だから大変まあ良かったなというのが本音です。はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらは。桂松跡まで1キロ、という道しるべがあります。口が谷橋まで 2.5 キロという道しるべもあります。ですから、口が谷橋からここまで歩くのに 2.5 キロ歩けばここに到達するということです。仏坂入り口のところで360度回ってみました。それでは、桂松跡1キロ、厳しい登りの道を、登ります。秋祭りということで、それでは獅子舞のが待っているということですね。
歩いてきた道を